新福本店さんで購入した文房具の紹介をします。ではお願いします。もしかしたらまとめて入ってるかもなので、うん、見えないように。まとめて入ってない？ばらけて入ってる。大丈夫？では一つずつ紹介お願いします。いやー、はい、ちょうだい。せっちゃんの集めてるシールシリーズの今回は面白消しゴムのパン屋さんのをせっちゃんが選んで買いました。かわいいね。はい、次はじゃーん、はい、マーベルの鉛筆補助塾なんですが、りっちゃんは私これ欲しいって買ったんですがまだ持ってるって言ったので、これは新学期用に取っててください。次は、次はテープのりと修正テープをなんか2つにくっつけるやつ。そう、これすごい可愛くてしょ、ちゃんと見つけて、このテープのりと修正テープがここで一つでガチャンつって一つになってね、一本になるんだよね。かわいいよね。あ、こっちにカチッとここに書いてある。映るかな。あ、映った。カチッとドッキングできる。これは新学期よ。今？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 はい。あ、ちょっと今つなげてみて。うん、つなげといて。せっちゃんお願いします。うん、りっちゃんが先？せっちゃん。うん、せっちゃんお願いします。さあ、これもしょっちゃんの、それもテープのりなんだけど、これはスティックのりっていうのかな。しょっちゃんはのりをもう一本買いました。のりだらけになっちゃうね。でもこれもユニコーンです。次はありちゃん、マーベルの修正テープとテープのりがします。そうそう、しょっちゃんのはガチャンってドッキングするタイプなんですけど、これは最初からもうガチャってなってるやつ。こっちが修正テープで、こっちが、テープのりの2つ、便利な2個1テープと修正テープと、あ、そうか、両方テープなのね。テープのりと修正テープのセットです。マーベルです。ドッキングできた？まだできてない。ではせっちゃんお願いします。これはせっちゃんの、これなんだった？シャープペンシル？いや、ボールペン。あ、ボールペンなんだ。せっちゃんのそれイエロー。これは、鉛筆も買ってたやつの、このボールペンバージョンです。これも落ちたら、そうそう、鉛筆はね、これはまだいいと思うんだけど、鉛筆はせっちゃんと誰だ？りっちゃんかな？が学校でペンって落としちゃって、ここだけポンって取れていなくなっちゃってます。まだ壊れてない？2人はね、壊れちゃって今外れた状態。まずせっちゃんのオレンジのペン。次は、うん、赤ペン、はい、ペンがなんか壊れたりした。そう、りっちゃんが欲しいって言った赤ペンと青ペン、前使ってた筆箱のメイクユーのやつだね、はい、今もなんてやつ、つなげれた、見して。しょっちゃんのやつがつなげられました。これだったらしょっちゃんの筆箱のさ、外の透明なとこに入るね。かわいいね。はい、どうぞ。ね、さあ、これもまた違う色バージョンの、ここがユニコーンのやつをしょっちゃんは買いました。うん、りっちゃんは、しょっちゃん、あとこれかわいいよね。これは鉛筆キャップで電球ソーダのやつを買いました。かわいいね。これは直しときます。うん、次、せっちゃん、色違いで、りっちゃんはドーナツが書いてあるね。で、これはまだここガムボールもおしゃかしゃか言うね。色違いバージョンです。終わり？まだある？最後そう、ママが両方見つけて買って、かわいいよね。これも電球ソーダバージョンの、このクリーンパステルカラーって言えばいいのかな、の入れ物キャップです。は
はい、せいちゃん。これも似てるやつだ。ね、かわいいよね。今回買ったのは、しょっちゃんがユニコーンの修正テープと、テープのりとボールペンとスティックのり、液体スティックのりが全部ユニコーンで、せっちゃんが面白い消しゴムとボールペンと、ママが選んだのが電球ソーダの、鉛筆キャップで、りっちゃんはほとんどマーベルの製品を買いました。今日インスタグラムを見たら、新福本店さんの今度はフルーツ柄のすごい可愛いのが出てたので、また撮影に行きますってお伝えしてあるので、また可愛い文房具を買いに行きたいと思います。なのでファイルとかもいろいろ、ファイルとかあとなんだろうかな、ペンとかもいろいろ、夏に夏って感じのフルーツ柄がいっぱいあったので、また楽しみにしましょう。行きましょう。皆さんもぜひ買ってみてください。バイバイ。グッドボタンもよろしくね。バイバイ。バイバイ。